有名インスタグラマーのまいこさんに来ていただいております。よろしくお願いします。おかしい設計ないなって、なんでないんだろうって思って作ったこの子をどう生きていくために頑張らなきゃと思って、ちょっとこう目が覚めたというか、習慣とかルーティーンとかモーニングルーティーンとか何かあります？はい、どうも、世界一のセラピスト川上拓人です。今日はですね、本当にすごい人が来てます。すごい人に来ていただきました。有名インスタグラマーのまいこさんに来ていただいております。よろしくお願いします。今日はですね、僕若干緊張しているんですけどまいこさんはインスタグラマーで 6.5 万人のインフルエンサーとして活躍されておりまして、もうノーファンデ歴が 13.3 万人、やばいですノーファンデで有名なインスタグラマーさんなんですが、アンドエムというブランドの創始者であり、シングルマザーでね、もう仕事と家庭を両立されてるということで、今日はお話をお伺いしながら施術をぜひ受けていただければと思います。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、簡単に、はい、まいこさんに自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、インスタグラムでまいこという名前で活動してます。アンドエムという設計を作ってます。すごいですね、ブランドを立ち上げるってなかなかできないですし、しかも子育てをしながらってことですね。そうですね、立ち上げたのは全然まだ独身時代だったんですけど、はいはいはい、なんか会社を立ち上げるっていうよりも、こういうものを作りたいから作ろうっていうので作っていって、はい、でも結果会社になって半端ないです、はい、なので今日はですね、ちょっと施術をしながらまいこさんのその秘訣だったりとか、こうやって活躍されてるこのいろんなものだとか、今後どういうのをしていきたいかっていうのをね、ほんと紐解いて皆さんがね知りたいところをどんどん聞いていきたいと思いますので、今日はちょっとリラックスをしていきながらも、はい、いろいろご質問にお答えいただければと思います。はい、はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速まいこさんに施術をしていきたいと思います。まいこさんよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。失礼します。よろしくお願いします。施術開始してね、速攻なんですけど、いろいろご質問をしながら施術っていう、こう新しいやり方を、はい、やらせていただければと思うので、ちょっとまいこさんのことをいろいろお伺いさせていただきます。はい、13年間すっぴん。そうですよね、13年間って。その僕がセラピストちょうど10周年なんですけど、それよりも前からずっとすごいですよね。なんかそのすっぴんって言おうと思ったきっかけとかってあるんですか？きっかけは、まあ、なんか、もともとあんまり好きじゃなかったっていうのもあって、なんか塗ってる感じが、はい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 、そうそう、なんかちょっと呼吸ができてないみたいな、なんかその皮膚呼吸がみたいな、そうそうそう、あ、なるほどなるほど、っていうので、まあこれやめたいなってなって、はいはい、でもそう隠したりできないってことは、やっぱり元々の肌をきれいにすれば、あ、まあ、いらなくなるんじゃないかって思って、はいはいはい、結構肌きれいにするためにいろいろちょっと勉強したり、うん、なんかいろいろ試したりとかやって、はいはい、でそうですね、肌をきれいにしてってファンデをやめようみたいな。おすごいですよね。なかなかこう、うん、やめようじゃなくていいファンデを使おうって思う人が多分多いじゃないですか、世間的には。そうそうそう、でもその中に根本を直していこうっていう、その、ね、そうそうそう、本来のところってなったら、そう、全然違いますよね今こうね、施術させていただいてるんですけど、うん、むちゃくちゃ肌綺麗なんですよ。なんか10年セラピストやってると、うんうん、手からこう、あ、ケアされてるなとか、そのケアだけじゃなくて、なんていうのかな、もうキメの細かさだったりだとか、ね、分かってくるので、うん、やっぱ本来のあれがすごいんだなっていうのが。で、その研究を始めたりとか、うん、その本来のこの肌をきれいにしようってやって、うん、行き着く先はあれですか、そのブランドを作ったきっかけになるんですか、それが。なんかこういろいろ試してって、やっぱいい美容液とか、はいはいはい、いいファンデっていう
ふうにはいかなくて、なんか素肌をきれいにしたいと思ってたから、はいはい、まあいいあの化粧水とか美容液とか、なんか皮膚科とか、はいはいはい、いろいろやってて、洗顔もなんかちゃんとしたいなって思って探してたんですけど、はい、なんか本当にいい洗顔がなくて、なるほど、洗顔フォームとか石鹸とか、はい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 、そういうのが全然しっくりくるものがなくて、うんうん、これなんかいい美容液とか使っても洗顔でクリアにしなかったら入っていかないだろうなって思って、なるほど、そうですよね、そうそうそう、土台の部分が、はいはいはい、そうで、なんかいい石鹸ないなって、なんでないんだろうって思って、はい、作ったんです。そこのそこがすごいですよね。ないなと思って作ったんですって。なかなか作っちゃえみたいに思わないですけど、簡単じゃなかったんですけど。あ、やっぱそうですよね。簡単じゃないですけど。なんかいろいろ苦労されたりとかありました。そうですね。工場探しから。工場探しから。工場が探せても、はい、そこの工場に私の言ってることが伝わらなかったり。ああ、なるほどなるほどなるほど。これ以上はできませんとか、うんうんうん、言ってくださいとか、あ、こだわればこだわるほど、そう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 、そっか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 、それをこう開発し始めて、こうブランドができた時ってどうですか、うん、どんな気持ちでした、なんかこう、やっとできたって思って、はい、私以外の友達が泣いてました。あ、それは苦労してるからですよね。うわー、それめちゃめちゃいいですね。私必死だったからなんか、はい、その子の涙を見てなんか私も泣いたみたいな。あ、でも本当に集中してる時ってこう自分ね、気づかなかったりしますよね。そうそうそう、一生懸命やってたけど、あっという間にこうバーってやってると、でもそれをやっぱ周りで見てる人がね、舞子さんの鬼のような努力を。懐かしい。そのブランドが立ち上がったのはいつくらいなんですか？2017年の3月。あ、じゃあちょうど4年前。そうですね。くらい。そうですね。もう4年経ってすごいですね。え、今後の展望というか、うんうん、そのブランドを今後どういう形でいきたいなとかあるんですか？やっぱり石鹸を出して。石鹸とマスク、フェイスマスクを、はい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 、そう、&M のスキンケアライン欲しいですってもうずっと言われ続けて、はい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 、で自分なりにいろいろ試してはいて、試作ももうかれこれ2年ぐらいやってます。おー、すごい構想に。そうなんですよ。なかなか8割までできて、うんうんうん、あと2割が妥協できないという。いや、ストイックですよね。その妥協ができないって言葉がね、相当思いが詰まってますよね。昔からの性格ですか、その妥協できないというか、その、あ、なんかそのストイックな部分というか、うん、なんか、はい、全てにおいてストイックなわけじゃないんだけど、はいはいはい、なんか、あ、そここだわるんだっていうところこだわるらしいです、はい、おお。なるほどなるほど。そうそう、こっちはよくて、あ、こっちはこだわってない。でもある意味こうはっきりしてていいかもしれないですね、うん、そこのこだわりポイントは絶対譲れないみたいな。そう、そういうところがあるんですよね。なるほどなるほど。それだったらその美に対してのこだわりとかも結構美の秘訣というかすごそうですよね。普通の人じゃなかなかできないというか、なんかあるんですか？皆さんにちょっと秘密を教えてください。いや、でも、はい、本当に子供を産んでからやっぱりその自分の体のマッサージとかまで、はいはいはい、そんなに一生懸命できなくなっちゃって、あ、やっぱ生まれる前とかは必ず1時間は半身浴しながら、うんうん、あ、マッサージはやってたんですけど、はいはいはい、子供いたらもう、そうか、1時間 も, もう全然入れないですよね。入れない。いや、そうですよ、そうですよ、そう、そう、皆さん忘れてませんか？お子さんがいらっしゃるっていうことをね、忘れちゃまずいですよね。この体型で会社立ち上げてお子さんもいるってすごいですね。結構お子さんがいると逆にこう、なんだろうな、こう仕事とかをこうやりたくてもこういるからできないっていう、こうなんか、なんていうのかな、言い訳って言ったらおかしいかもしれないですけど、する人とかが多い中で、
まあ、シングルっていうのもあってやらなきゃいけないっていうのもやっぱり、まあ、まあまあそうですよね。やらなきゃいけない、まあ、子供生まれる前に、はい、まあ、立ち上げをしといてよかったかっていうのはすごい。そっかそっかそっか一番エネルギーを使う時ですもんね、立ち上げからなんかいろんなデザイン決めたりとか成分決めたりとか。じゃあそっからお子さんが生まれて、その、まあ、シングルマザーということなんで苦労というかすごい大変な部分多かったんじゃないですか。何かありました？まあ、2年ぐらい前かな。はいはい。まあ、いろいろ離婚。はいはい。離婚。離婚2回出ました今。離婚が今2回出ました。結構手につかない時はありました。あ、なるほどなるほど。けども、はい、子供を目の前に、はいはいはい、を見て、あ、頑張んなきゃと思って、この子と生きていくために頑張んなきゃと思って、ちょっとこう目が覚めたというか、うんうん、あ、なるほどなるほど。そうそう、自分の足で立って頑張らなきゃっていう。すごいですね。母は強しでじゃないですけど、そう、本当に、うん、世の中に希望を与えてくれますよね。結構そのね、シングルマザーの人とかも結構大変だって聞きますけど、ここまでこうね、インフルエンサーとしてこうインスタグラムもそうですし、最近 TikTok もね、でもチェックしてるね僕やって、それでいてブランドのね、創始者でありプロデューサーでありながら子育てだから、ね、勇気もらえますよね。もともとこう老廃物がたまりにくいというか、今、ね、流してる時もなんかあるのかなっていうか、こんだけ細かったら、ね、なさそうというかないんですけど、習慣とかルーティーンとかモーニングルーティーンとかなんかあります？あ、まあ、でも本当に軽いストレッチというか、あ、寝る前と朝起きた、はい、時はあの本当ベッドの上で軽くやるぐらいの、うん、はいはいはい、ちょっとなんか逆さになるみたいな感じ、逆さになる逆立ちみたいな、そう、なんか頭をつけて逆さになるみたいな、あ、はい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 、足がこう頭を越えてくるような、そうそうそう、あ、月のポーズみたいなやつとかは、はいはいはい、こうあの朝やるときついですけど、はいはいはい、そうすると結構全身流れる、うーん、いや、そうですね、流れてるなっていうのを接しながらすごく感じるので、子供いるとそんななんか熱心にできないから、あ、そうです、手っ取り早く流しちゃういや、でもそうですよね、手っ取り早くっていうのってすごく大切ですよね。それをでも毎日の習慣にするんで、複雑だとか時間かかるとかできないですもんね。そうなんです、そうなんです。食べ物とかは結構私我慢できないから、はいはい、結構本当に好きなものを食べて、そうなんですね、なんか見えないですね、好きなものを本当食べたい時に好きなものを食べて、はいはいはい、で、まあ、なんかもともと小食だから量をそんなに食べれないんですけど、あ、なるほどなるほど、そうそう、食べたいものを結構半分ぐらいガツッと食べるみたいな。あ、じゃあストレスもあんまりこう食事制限してるわけじゃないんで、そうそうそう、そうなんです、ストレスを私一番ためれない体質めちゃめちゃいいじゃないですか、ストレスが一番私ダメなんですよ、はい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 、なんだろう、もう顔もどうしたのって顔になるし、はいはいはい、ストレスに耐えられない人間でうーん、でもすごくいいですね、溜め込まないからこそこう、例えばその場でちょっとストレス溜まったら出して、そうそうそう、1回1回デトックスするというか、そう、そうですね、舞妓さんのストレス解消ってちょっとすごく知りたいなっていうか、いや、でも、はい、本当にもう溜まったらもう言うんですよね、はい、ああ、なるほど、そう、はい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 、結構だから思ったことをある程度までこう、まあ、我慢しているんだけど、うんうん、なんかちょっともう無理だなって思うと、はい、もうやっぱり思ったことを言って、うんうん、こう話し合ってとか、ああ、すごい、なんか、でもそれって向こうに立ってもありがたいですよね、気づいてなかったりとか、それでこうなんか溜め込まれちゃって、なんか爆発するまで溜め込んでみたいなのがないから、やっぱいいですね、爆発手前ぐらいで爆発いやー、なるほど、友達にもバーって吐き出して、はい、吐き出した
たらちょっと好きっていうか、はい、吐き出したら吐き出したでやっぱり友達とかも、あ、じゃあこういう風にしたらみたいなことを言ってくれるじゃないですか。はいはい、そうですよね。そうそう、分かってくれるというか。あ、そう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 、なんだけど、もう言ったら私すっきりしてるから、はいはいはい、アドバイスくれてる時に聞いてないんですよ。じゃあ結構残らないタイプですね、完全に。もう次の日にはケロッと忘れてるというか。そう、あ、すごい素敵ですね。はい、もう聞いてるとか。なるほど、もう爆発したらもう覚えてない。そう、あ、なんか聞いてくれてありがとう、なんかちょっとスッキリしたみたいな。おお。で、また明日から頑張る。ああ、でもそれがでも美の秘訣だったり、そのパワーの源だったりするかもしれないですよね。また友達に感謝ですよね。ああ、でもそこがやっぱりね、さっき会社の皆さんに感謝してるって言ってましたし、友達にも感謝してるっていうのは、なんだろうな、人間関係がもうできてるというか、コミュニケーションも取れてたり、信頼関係ができてるんで、なんかその一気にこうストレスがあった時もパッて話しても向こうも分かってくれるというか、ね、美のカリスマは違いますね。残さない。残さない。いや、でもすごくね、勉強になるというか、僕もちょっと残さない、僕も残んないタイプですけど、ね、こうやって残さない方法もね、いろいろあったりとか、いいなと思いますね。はい、いや、羨ましいです、ちょっと。ありがとうございます。はい、ではお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうでしたか、受けながら質問っていうか、なんか、そうですね、なんかもう普段、はい、普段もこう受けながら喋ったりもするので、結構リラックスしていろいろ喋ってたと思うんですけど、なんかちょっといろんな声が入っちゃった。そうですね、すごい声がなんか、ね、インスタグラムからは聞こえてこない声、はい、入ってたね。そうですね、おーみたいな。そう、ちょっと、うん、男っぽい子も出会ったとか。ぜひ楽しみにしてください。楽しみにしてくださいっていうのはね、ちょっと見てください。すごい声が入ってます。でもすごかったです。お、すごかったです。本当にもうさすが世界一の、なんかもいろんな初めての手法を受けて、あ、そうですね、はい、すごかったです、です本当に。でもね、すごく受け慣れてるから、まいこさんみたいにこう受け慣れてる人にこう言われるのが一番嬉しいです。あ、本当ですか。なんかやっぱり受け慣れてるからこそ分かるところってあるじゃないですか。そうですね、結構厳しく見ちゃうんですけど、厳しく見ちゃうんですけど。いや、よかった、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日ね、スーパーインスタグラマーのまいこさんに来てスーパーです。話聞いててスーパーだなって感じました。本当ですか、ありがとうございます。本当にね、あのインスタグラムでは伝わらないこうまいこさんの人柄だったりだとか、親しみやすさ、意外と親しみやすいっていう、はいはい、ギャップがあるっていうことね、今日は伝わったので、はい、ぜひですね、まいこさんのインスタグラムだとか、まいこさんのブランドの&M の概要欄が下にありますので、ぜひ要チェックなんで見てみてください。はい、チェック横にチェックしたらね、違うチャンネルにポンっていう。ね、本当にインスタグラムもすごい綺麗で、そして初めの方はちょっとかっこいいのがね、あると。そうなんですよね。で、ちょっと僕それ楽しみにしてるんで、はい、ぜひ見てみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、少しでもね、面白いなと思ったりしましたら、チャンネル登録や高評価、シェアなどしていただければ、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい。はい、じゃ、今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃ、ありがとうございます。